内緒で内緒でお願いします。なのでいいんですか、うん、やっちゃいますもう食べてウィンウィン、うん、ウィンウィン。ヤマチャンネル、こんにちは、ヤマちゃんです。スギちゃんです。スギちゃんです。今日はありがとうございます、聞いてもらいました、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。はじめ、スギちゃんって大学生なんですよね。はい、大学生です。どこの大学なんですか。そうですね、下関市立大学の大学3年です、はい、はい、3年生っていうとちょうどね、博祭とかあったじゃないですか。そうなんですよ。博祭ってどんな、自分実は大学祭実行委員長で、杉さん委員長やってますけど、杉さん、はい、でもですね、今年はやっぱこのコロナ禍で、はい、なかなかうまく進行することができなくて中止になっちゃいましたね。まあ、コロナで結構イベントもほとんど中止になりましたよね、うん、多くの大学もやっぱり中止になってます。そうですよね、うん、いや、はい、今日あの杉ちゃんに来てもらったのは、はい、コロナ禍でも何かできることはないかっていうことでイベントを企画したって聞いて、僕ワクワクして杉ちゃんの話を聞こうかなと思ったんですけど、はい、ぜひお願いします。はい、杉ちゃんイベント何するんですか。コロナ禍でもできるって考えた時に、はい、何ができるかなと思ったんですけど、はい、ドライブスルーのイベントだったらできるかなと思って。あ、ドライブスルーね、はい、はい、ドライブスルーのフードフェスタをやろうと企画しました。どんな感じなんですか。自分の思いとしては、はい、あの 3S チャレンジって言って、あ、これちょっとチラシぜひちょっと、はい、持っときますね、ください。どうぞ。はい、下関、はい、コロナに負けんと 3S チャレンジっていう名前なんですけど、これ画像で後でお願いします、後でください。編集で、はい、編集で貼っておきます。これね、まあ、3S チャレンジっていうのが、うん、まあ、下関の S とスマイル、はい、ブレッド、この3つのね S を合わせて 3S チャレンジっていうんですけど、 3S チャレンジね、まあ、下関の皆さんに笑顔をお届けしたいという学生の気持ちをここに詰め込んだイベントなんですね、はい、おお、これいつやるんですか。11月の23日の今週月曜日、祝日ですね。あ、はい、もうこの日曜日、次の月曜日だ。はい、わあ、編集早めのニュース。編集すぐし、勤労感謝の日ですね。時間が朝の11時から夕方の5時まで、はい、おお。ただ早く来てもらわないとなくなってるかもしれないです、食べ物が。あ、食べ物ってすごい、僕ちょっとメニュー表見せてもらったんですけど、はい、例えば何が売られるんですか。ですね、全国の B 級グルメを販売しようって目的で、まあ、下関市立大学とか下関大学生って、うんうん、いろんなとこから来てるんで、うんうん、そこのご当地グルメを販売しようと思って、例としては北海道じゃがいもを使ったコロッケとか、うん、はいはいはい、岡山のホルモン焼きそばとか。あ、聞いたことあるよ。そうですね、大分の中唐揚げとか。あ、中唐揚げね。そうですね、はいはいはい、あとはまあ宮崎県産の鶏を使ったせり焼きとか、まあ、そのご当地グルメとは言わないんですけど、その県産のものを使った料理を提供してますね。いいですね、はい、杉さんのおすすめをあげるならば何ですか。絶対的に美味しいのは、主催が宝の食卓っていう自分のバイト先のお店なんですけど。ああ、そうなんだね。そうなんですよ、はい、ここが唐揚げがめっちゃ美味しいんですよ。おお、看板メニューが唐揚げなんですか。そうです、唐揚げで、はいはい、そこがもうあの大分の中津唐揚げとして出させてもらうんで、うん、これ味間違いないから。あ、間違いない。はい、間違いない。スギちゃんも食べてる。はい、もう間違いないです。美味しい。めっちゃくちゃ美味しいです。あの主婦の方が、はい、あのこんな唐揚げ食べたことないって言ってくれるレベルです。へー。唐揚げね。唐揚げ。この 3S チャレンジでは唐揚げがおすすめということで。はい、美味しいです。あー、なるほどね。唐揚げ美味しいです。これってすごい、何品目ぐらい10品目用意させてもらってて、ね、これみんな学生が焼くの。そうです、最初にもう高橋食卓の人が教えてくれて、うんうんうん、あー、そうなん、学生でも作れるような料理が集まってるっていうのもあります。唐揚げとかはもうでも仕込んでもらっとかないと、やっぱり仕込まない、味が、秘伝の味があるやろうけ。あります。内緒で内緒でお願いします。内緒で、ね、内緒で食べるのはいいけどね。いいけどね。それは内緒でこう、もうあの下味したのをもらうんですね。そうそうそう。あ、ドライブスルーってことは、はい、車で行かないといけない。そうですね、基本的には車で来ていただいて、うん、そのままもう注文書とかメニュー表をその場でお配りするので、うん、メニュー表の中から書いてもらって、うん、後で提出してもらって、で自分たちがお渡ししたものを持って帰ってもそのまま出て、会場出て。そうなんだ。食べる場所とかってはないですけど、うん、逆に安心してお家で食べれるのありますね、はいはいはい、家族で。つまんで、まあ、例えば11時開始だから、はい、あのお昼ご飯のなんか食べたいもんだけ買いに行って、うんうんうん、持って帰ってみたいな、テイクアウト的な感じの。テイクアウト。
なんか、ね、せっかくならこうどうしてもね、こう学生たちが頑張っとるけ、うん、応援する意味でなんか行きたいなと。これの売り上げっていうのが、うん、全部コロナ寄付金になるんですよね。ね、なのでいいんですか、うん、やっちゃいます第3回備えてやっちゃいます。いいすこれはもう喜ぶんじゃないですか。そうですね、まあ、一人一人のお客様が購入していただいたものが、うん、そのお金がもうコロナ給付金に回るので、うん、寄付金に皆さんで協力して頑張ろうっていう意味もありますね、うん、じゃあ美味しいもの食べて、はい、それがさらに寄付にもなると、うん、もう食べてウィンウィン、うん、ウィンウィンいいことばっかり最高です。もう最高のイベントですね、はい、最高です。スギちゃん、じゃあ最後にちょっと 3S チャレンジのイベントに、はい、まあ、皆さん来てくださいって、ぜひメッセージをお願いします。こんにちは、下関伊豆大学の大学祭実行委員の杉田です。今年はいろいろ下関の大きなイベントであるお祭りとか、あとは花火大会とか、自分らで言うと、まあ、学祭ができなかったので、まあ、コロナ禍でもできるイベントとしてドライブスルーイベントを考えましたので、ぜひ皆さんご来場お願いします。よっしゃ、みんな食べてみんなで寄付しよう。イエーイ、お願いします。バイバイ。